Hey, Cody. Chum. カオリンさん、カオリンちゃん気がついてないね。
はい、大丈夫。気がついたね。また今度ね。長いニャーに変わってきました。はい、どうぞ。じゃあニャーっていうか、あーだけどね、ご飯だね、いいニャーだね。はい、アイデンスただよ。はい、アイデンス。はい、ご飯。はい、どうぞ。ご飯、ご飯食べてね。はい、どうぞ。パンダちゃんをトイレに入れたカオリンちゃん、どうぞ。はい、どうぞ。うん、後でチュールを後であげるからね。うん、はい、だんだんシャアが減ってきました。だまし打ちだけど手でもなでなでできました。徐々に進んでいます。パンダちゃんのなでなでも進行していますが、なぜか譲渡会にはまだ自信がありません。どうしたらいいの、パンダちゃん。パンダちゃん、この中が大好きです。パンダちゃん、ちょっと抱っこされてみたらどうかな。なんかね、ちょっとね、こう脇のとことかにね、こうやってやろうとするとね、うん、シュッて避ける。パンダちゃんねえ、はい、ジャン君。ジャン君はとりあえずお薬をちゃんと飲んだので、今日の朝の分のお薬もこれからだと思いますよ。見た感じは全然健康そうなので、多分次の検査も大丈夫と思いますが、ジャン君。ジャン君、パパはまだ認知してないかな。はい、そしてパンちゃん。パンちゃんは優しい子になってきたね。いい子になってきたね、君も。今までクールクールって言われてたけど、だんだん甘えるような感じも出てるしね。うん、はい、ジャン君、これはチュールに見せかけたお薬ですよ。そんなこと言わないで。うん、おいしいおいしいね、ジャン君。おいしいね、おいしいもんね、ジャン君。お利口さん、ジャン君、抗生物質で下痢しなくなったね。ん、下痢はしてないよ、最初から。え、あの時は、な、あれ、あー、あの顎の時。そう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 、まだ子供だったからかな。あー、それもあるし、抗生物質っていろいろある。違うものなんだね。うん、全然なんか、全然いろんな違うお薬だよ、今回の、うん、なんか抗生物質で、なんとかって書いて、あの抗生物質の名前が書いてあるけど、うん、違うものだよね。そう、うん、じゃあ体に合ってたの、うん、はい、しーちゃんかい、偉いね。はい、はい、いいよ、分かってもいいよ。はい、どうじゃん。はい、どうじゃん。よいしょ、はい、どうじゃん。どうじゃん。開いた時ままでも来るようになったね。本当だ、ちょっと触ってみようかな。うん、くだね。あ、ダメか。ちょっとちょい。あ、リカさんね。わからなかったね。あ、リカ。